ケラの皆さん、I gotta hit the another button afterwards. Yoshi, 俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロデルモン、覚悟はいいか。僕の番だね。行くぞ。You know what kind of sucks? That, okay, so if my theory is correct, and if Aoi's kind of like the final boss, not the final boss, but like in this kind of situation, as we are right now with Kaito.If that is the case, then it's actually kind of funny. So he's a virus type, but the mega line for Gabumon here is, or Gabumon, for Agumon is a data type, so he'd be at a disadvantage.And if this is the same situation with Aoi, then Agumon would be at a disadvantage as well, being a virus type. Because I think Aoi's probably will always be a vaccine type, regardless. Fucking serious, man. Stop fucking missing. Are you fucking kidding me? Nah, Kaito, 違うだろ。お前の本当の望みはこんなんじゃないだろ。知ったような口を聞くな。てめえに何がわかる。You don't know anything at all about me. 確かに分かんないことも多いけど、少しくらいなら分かってる。お前は不器用でさ。でも筋の通らないことはやらねえやつだっただろ。Man, these people have been so much見知らぬたくさんの人まで不幸にしたいなんて、そんな風に考えるやつじゃなかったろ。その結果、ミュウは死んだ。俺は間違ってたんだよ。初めからこう捨てればよかったんだ。カイト。カイト君。I wonder if we're only getting these options because of the attack and such. ミュウの名を引き合いに出して、俺の正義を押し付けんな。確かに押し付けがましいかもしれない。でも私もう後悔したくない。それに。あなたにだって後悔させたくない。あなたは世界を壊して喜ぶ人じゃない。ミュウちゃんだって同じだわ。
それが自分でわからないまま力を振るい続けてはダメなのよ。黙れ黙れ、俺とミュウの心を決めつけるんじゃねえ。最善手、not miss. どう戦うべきか。A brother unredeemed. Thumbs up. But, baka no.やったよ、タクマ。うん、僕たちの勝ちだ。なんでだ、ボルトバウタモンがドラクモンを差し出してまで得た力が。カイト、俺はただミュウを守れる力が欲しかったんだ。それだけなのに、どうしてこんなことに。やったことは変えられない、過ぎたことは取り返せない。でも僕たちは生きてる。世界もまだ壊されてなんかない。大丈夫だよカイト。カイトはもう一度前に進むことだってできるはず。もう一度。本当にミュウちゃんのためを思うなら、ミュウちゃんの残したものを守りましょうよ。遊園地のみんなやジジモンさん、ミュウちゃんが守ろうとしていた子たちを。そうか、そうだった。ミュウはあいつらを助けようとしてた。ミュウはちゃんと望みを行動で示してたんだ。俺はそれすら滅ぼそうと、一番近くでミュウを見ていたはずなのに、俺はミュウの望みすらわからなくなってたのか。感情に振り回されて周りが見えなくなるなんてみんなにあることでしょ。私たちだってやったもんねえ、ミノル。いや、まあやったけどさ、それここで蒸し返すか。そうだ、ミノルが俺たちへの恐怖でわめき散らした時だってみんなはミノルを見捨てなかった。カイトもまた同じだ。サキだって私を見て悲鳴をあげたのに、今はすっかり仲良しだし。そういうこと。カイトは仲間だよ。だから自分から一人にならないでよ。だが俺は世界すらも滅ぼそうとしたんだぞ。次にまた同じことをしたら僕たちが殴って止めるよ。そんななんでそんな風に言うんだよ、仲間。Yeah, no, this is こんな道を外れた俺が。うん、カイトは僕たちの仲間なんだ。やり直してもいいのか。もちろんだよ。その力を今度は守るために使うんだ。守るために。さあ行こう。次は主をどうにかして元の世界へ戻らなきゃ。
どうした、ボルトバウタマン。ボルトバウタマン。やり直すだの、前に進むだの。甘いんですよ。てめえ、突然何を言って。待って、カイト。あいつ、今までと全然違うわ。空気が変わった。気づいたか。だが少し遅かったようだな。The master absorbed him. スキアリ。ルナモン、私はいい。ミユキが。やめろ、ボルトバウタモン。俺はそんなこと指示してねえぞ。おや、世界を破壊しろと命じたのはあなたではありませんか、カイト。その命令はもういい。だから、ミユキを離せ。違う、ダメよ。そいつはさっきまでのボルトバウタモンじゃない。さっきまでそいつに会ったドラクモンに似た空気、それが今完全に消え失せている。なんだって。じゃあまさか今喋ってるてめえは。今さら気がついたのですか、カイト。あなたの復讐の意志、破壊願望、融合に用いられたその感情が尽きた時、ボルト・バウタモンとあなたの絆のつながりは消え、融合したもう一人、この私、ピエモンの意志が復活する。まさかてめえ、最初からそれを狙って。私としてはあなたが二つの世界を滅ぼしてくれさえすればそれでもよかったんですがね。結局あなたには世界を滅ぼすほどの器はなかった。残念です、実に残念です。だがあなたが融合の際に抱いた感情、全てを焦がす復讐の炎はまだ私の中に生きている。私があなたになり代わり、主と二つの世界を滅ぼして差し上げましょう。そのためにミユキを利用するつもりかね。やめろ。ミユキを主から切り離したのはお前だろ。なぜわざわざミユキを再び危険にさらす必要がある。それはもちろん、主ではなく私がこの娘を取り込み力を得るためですよ。な、そんな、やめ。あなたは確かこの娘と運命の絆で結ばれていましたね。つまりこの娘を私が取り込み消してしまえば、あなたも消え去ることになる。待て、やめろ。やめろよ。私のことなどどうでもいい。頼むからミユキを離してくれ。なんて悲劇だ、かわいそうに。せめてもの手向けとしてさっさと消してあげましょう。Professor. 背後に回り込んでいたとは。あなたもか、カイト。カイト。たとえ意識が消えたとしても、てめえの半分はドラキモンだろう。あいつをこれ以上、俺の選んだ間違いに付き合わせてたまるか。さあ、ミユキ、私たちが抑えているうちに君は逃げ。
とんだ茶番もあったものです。What a farce。 何？これは体がボルト・バウタモンに吸い込まれていく。教授、カイト、愚かな。巫女と私と融合し、世界の終わりを見るがいい。カイト君、ダメよ、アオイ。あなたまでボルト・バウタモンに吸い込まれる。オーロレ、そんなこと言ったって。オーロレ、ヒアカムン。来るんじゃねえ。タクマ、みんな悪い。あと頼む。仲間っての案外悪くなかったぜ。 Well, fuck。が教授が、みゆきちゃんが、三人とも取り込まれてしまったってことは、まさか。デナモンの変身が解けた。それにこの苦しみを。Ruh-roh. Stick with Kunemon, Lotmon, and Sayokomon. Disappear into the light. みゆき、みゆき。ああ、守れなかった。Oh, fuck.待てよ、レナモンが消えたってことは、つまりミユキはもう。ミユキちゃんだけじゃない。同じように取り込まれた教授やカイトも、この世からいなくなってしまった。そんなことって。あっは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 っ。これで究極の力と巫女の力、すべてが我がものとなった。I am supreme。 さあ、主よ、今すぐあなたのところへ参ります。この身にくすぶる世界への恨みを糧に、何にもなせない無力なあなたを、私が下してやりましょう。Well, he's gone. 俺たちのことなんかどうでもいいって感じだったな。 Minoru's voice is trembling. It's not just Minoru. It's a pretty big shock for all of us. Not only did we not save Miyuki and Kaito, we lost Rem on the professor too. Feel my heart sinking towards some black abyss, and my whole body feels heavy. But despite that, I know we can't stop here. There's still something we need to do. 追いかけよう。正気か、タクマ。正気だよ。だってこのままじゃいられない。ボルト・バウタモンが主に戦いを挑んで、たとえどっちが勝ったとしても、私たちの世界。めちゃくちゃにされちゃうかもしれないんだよね。だから怖くても悲しくても立たなきゃダメだ。 Maybe that's why I'm sitting in this wishful thinking and put everyone in danger. But I don't want to give up. I don't want all those sacrifices to have been in vain. そうよ、世界を助けなきゃ。カイト君も教授もハル君もミユキちゃんももういない。だからこそ私たちにしか二つの世界を救うことはできないの。
もし勝ったとしても僕たちの世界には帰れないかもしれない。みゆきちゃんがいなくなってしまったから。それにあいつを倒してもその次にはきっと主との戦いが待ってる。正直厳しい戦いになると思う。また誰かを失う可能性だってある。でも何もしなければ僕たちは生きる世界を失ってしまう。だから僕は行くよ。みんなはどうする？俺も行く。ミノル、もう逃げられないんだったらやるしかねえからな。全力でやってやる。私も行くわ。私も戦う。私もだって私行きたいし、それにここにいるみんなにも元の世界の人にも、もうこんな辛い思いさせたくないもん。そうよ、サキ。とにかく前に進まなきゃ。行くと決めたなら共に行こう。ミノルの行く道は俺が守る。私が葵の助けになるわ。だからみんなで世界を救いましょう。もちろん僕も行くよ。最後までタクマと一緒だ。アグモン、一緒に来てほしい。僕たちは運命で結ばれた大事なパートナーだからさ。Bound together by パートナー。世界の命運は僕たちにかかってる。行こう。ボルト・バウタモンを追いかけるんだ。ボルト・バウタモン。うわ、なんだここ。なかなか雰囲気が出てきたな。いかにもって感じだよね。ちょっと怖いね。怖いとか言うなよ。釣られて怖くなるだろ。そんなにか。だってほら、壁見てみろよ。壁の模様が人の顔に見えてきててさ。バカバカバカ、変なこと言わないでよ。バカバカバカ、余計怖くなるじゃない。前を見て進みましょう。不安になってくるもの。ええ、そしてあれ、葵さん、なんか声遠くない？あ、やだ、みんなどこに。みんなどうす。 It's an engraving. It's creepy is what it is. It really is a creepy engraving. It shows children being dropped from high up.It's a scene from hell. Takuma. Oh, if we have to fight our shadows again, I'm just gonna skip those fights for you guys. Mina.なんか変な感覚だな。立ってるのか座ってるのか分かんねえ。気を抜くなよ、ミノル。こんな場所ではどこに敵が潜んでいるか分からん。そうよ、注意して。先、急にその辺から敵が出てきてもおかしくないわ。怖いこと言わないでよ。ここどこ。主はボルト・バウタモンは。ボルト・バウタモン、あ、見て、あそこで戦ってるの。 A fight? ボルト・バウタモンと、あれは主。裏切り者は我に手が届くと思うたか。おー
き者か。しかれど、うぬも我が糧となるべし。なかなか強い。さすがはこの世界の主。うぬに恩寧を授けよう。我が糧となれ。Stop absorbing people. いいでしょう。私を取り込めるものなら取り込んでごらんなさい。めんどさい。はあ？おい、あいつ自分から主に食われに行った。我取り戻したり。巫女の力、豊富の知識、すべてが我が体内にあり。なんか主がケーキになってる。ボルト・バウタモンごとミユキの力を取り戻したのかもしれない。じゃああいつは今世界の扉を開く力を手に入れたってことか。まずいわ、みんな今すぐに主を倒さなきゃ。うん、ボルト・バウタモンとの戦いで主が消耗しているうちに主を止めよう。二つの世界を救うんだ。 OK, good. It's just straight up find the master again. 我は世界の断り。Okay. I'm just bringing out all the stuff. They're just. All my strong Digimon. Galmon's actually pretty cool. Like, he has his attack like this, so he can just.I'm not going to digivolve them in the first turn. I'll digivolve them like maybe in their second turn. Okay, well, fuck you.I should have just evolved them anyway. Oh shit, I forgot to move her. I should have just evolved them anyway just so they wouldn't take fucking so much damage. Yush! Ore ga iko! Zettai ni katsun da! Arodurumon! Kakugo wa ii ka?If I had a Gabumon, I would have made him into a Greymon! If it counts that way, which I would assume it does. They're all false!
Ow, Magna Angemon is just like, I literally didn't do anything. Why are you attacking me? Gets slightly more damage. I shouldn't have moved her at that spot. ボルトバウタモンを見た瞬間と同じ感覚だ。うん、私たちも感じる。まるで主の内側から邪悪な心が膨れ上がってくるような。まさかボルトバウタモンが内側から主を乗っ取り返そうとしてるのか。Make it so he can spit everyone out. Oh. Oh, God. That's not what I expected. Gomeito! ついに手に入れた。ああ、よかった。巫女を取り込んでいたおかげで内側から主の意識に直接接触し肉体を奪い返すことができたのですから。なんでそこまで危ないことすんの。下手したらあんた食われて終わりだったじゃない。決まっているでしょう。復讐ですよ。それってカイト君があなたの中に残していった気持ち。そうでもあり違うとも言えます。私の中には2つの復讐心がある。カイトの世界に対する復讐心、そして私の主に対する復讐心ですよ。バウタモン、いやピエモンが主を憎んでたってことか。主の言いなりになって全てをお膳立てした。そうすれば世界が救われると、そう騙されていた。しかし主は我々のことなど使い捨ての手駒としか思っていなかった。いや手駒だとすら思っていなかった。神の慈愛などそこにはなかった。主は世界の神ではない。強大な憎悪とそれを原動力としてひたすらうごめく大いなる力の塊。理想も思想も何にもない、ただの生命維持のからくり。
この世界の住人はそんなものを崇めていたなんて、なんて滑稽。何それ、どういうこと、生命維持って。ヨタ話が過ぎましたかね。まあいいではありませんか。もう主はいない。私の中で怨念を渦巻かせているだけ、それだけの存在となり果てたのですから。そうそう、私の中といえば、今私は生贄になった者たちを主ごと私の中に取り込んでいるんですよ。多くの生贄となった者たちの意識も渦巻いています。何千何万、もちろんあなたたちの仲間も。そんな、カイト君、ミュウちゃん、寮に修二さんも、主の中に、今はお前の中にいるってのかよ。ええ、くだらない、そしておぞましい思考が永遠にぐるぐる回っています。助けて、生きたい、苦しい。自分のことばかりとても浅ましくくすぶり続ける。今に世界ごとイクマンの意識も消し去ってあげましょう。世界ごと消し去るだって、どうするつもりだ。巫女の力を使ってこうするんですよ。 Oh god, is he taking us to our world now? Or just opening up a portal? 何あの光、あれはミユキが作り出したものと同じ二つの世界をつなぐ扉だ。じゃあ、あれが俺たちの世界につながってる。おやおや、帰りたければ扉を通って帰ってもいいんですよ。どこにいようと、もうじきこの世界とあなたたち人間の世界は消えるのですから。そんなこと絶対にさせない。なぜです？それがカイトの願いだというのに。カイトの自分たちの欲望のため他者を平気で踏みにじる世界、他人の犠牲の上で成り立っている事実から目を背ける世界、妹が犠牲になり続ける世界、彼はそんなもの壊してしまいたかったのです。カイトの怒りは私の中で生きています。すべてを破壊し尽くしましょう。それが私のうちに渦巻くカイトの意志。違う、カイトはもうそんなこと望んでいなかった。そうだよ、そもそもカイトは最初から誰かを傷つけたくて傷つけてたんじゃないし、本当は優しいし仲間思いだし、曲がったことなんか大嫌いなんだから。あいつはミユのために復讐しなきゃってそう思い込んでたから破壊を望んだだけだ。だから俺たちの言葉を聞いて自分の間違いに気づいてくれたんだよ。ええ、勘違いや暴走もあったけど、カイト君はただただミュウちゃんを守りたかっただけ。守れなかった後悔から逃れるために復讐に走ってしまっただけなのよ。ミュウのいない世界を壊してしまいたい、それは確かにカイトの心の一部だったのかもしれない。でもそれでも僕たちは信じてる、カイトのその怒りはもう消えたんだって。
カイトは自分の間違いを理解して前に進もうとしてたんだって。カイトとの絆が切れた時点でお前の中の怒りはもうカイトのものじゃない。お前はカイトの後悔を自分の都合のいいように利用しているだけだ。興味深い話ですが意味はありませんよ。もう話はおしまいです。私の意思を否定するのであれば、あなたたちの意思を突き通そうとするならば、あなたたちの存在をかけて私を止めてごらんなさい。少し遊んで差し上げましょう。Are you fucking kidding me? Oh my god, Jesus Christ. Well, hold on, are you like still considered like... Okay. You are now considered a virus type. Great. That's gonna be very great with Floramon in this fight. Wait, do we lose HP every single turn to... Oh, fuck you. よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。アロドゥルモン、覚悟はいいか。Glad that I am able to still digivolve to War Greymon. Watashi no ban ne. Motto mamoreru chikara o. Ani, ikimashou. Probably more have an affinity to.That's what we are. First of all, fuck this whole entire thing. Palazzi Rentler, that's what he has. Yeah, it looks like he resists.Darkness pretty highly, but and light's the one thing that will still do damage to him. Now, this will still do damage to him. It's not a lot. It would not surprise me if Floramon bites the dust in one hit. まさしく神の一手だ。What the fuck? 私がやろう。Why did she randomly get a status ailment? アンジェレーション。どう戦うべきか。I would just do more damage. Yes! Yeah, but really, that one doesn't. こんなものですか？では。Well, fuck you. First of all, you prevent me from attacking with one of my Digimon. なんだ、ボルトバウタモンのやつ。
大場所でも隠してたのか。まずい、みんな避けて。避ける場所などあるものですか。これが世界を壊す者の力です。さあ全員まとめて決死闘武がいい。何が起きたの。歌が聞こえる。Now the song's playing. Oh, not touch. Naze, konna chikara ga doko ni? Naka de abareru na. Hayaku chikara to nare.ねえタクマ、これってもしかして体の中から誰かがボルトバウタマンを抑えてくれてる。カイト君、ミュちゃん、リョウニ、シュウジさん、教授、ミユキ、ミユキ、やめろ。タクマ、今だ、やっちまおうぜ。行こう、すべてを終わらせるんだ。 Sorry, there was like a bug on my mic and I muted it, so I tried to kill it. Not work.Shield of Just. さ、一匹に来た。Come on.Oh my god, you fucking serious? 私がやろう。 Well, this should bring an end to him, so... アンジェレーション。 さあ、進みましょう。Let's see how this one ends. This way ends. Baka na. Arienai. Arienai. Watashi ga makeru. Makeru? Uso da. Genjitsu o miyagare.今のボロボロになったお前自身をな。僕たちの勝ちだ。これで全て元通りになるのか。タクマ、急ごう。え、急ぐって何すっとぼけてんの。扉が開いている今のうちなら元の世界に帰れるじゃない。扉が閉じちゃったら本当に元の世界に戻れなくなっちゃうかもしれないよ。あ、そうか、それなら急がないと。ちょっと待って、二人とも扉をよく見てみて。
瞳が閉じるどころかどんどん大きくなっていくわ。ええ、それだけじゃない、扉が固定化されていってる。固定化って何？しっかりしたっていうか、ちょっとやそっとじゃ閉まらなそうっていうか、うまく説明できないけど、二つの世界がつながりっぱなしになりそうに、そう、くっついて融合しちゃいそうに見えるのよ。Starting to feel... 融合？あ、俺もフローラモンと同じように感じる。あの扉はもう一時的なものではない。これってやべえんじゃねえのか？なあおい、どうなってるんだよ。このまま扉が開いたままなら、この世界と僕たちの世界がつながる。つながって、そんでどうなるんだ？世界の行き来が自由になる。誰でもどちらの世界にも行けてしまう。うん、多分そうだ。だから僕たちの世界にアグモンたちのような獣神が現れるようになるってわけ？滑稽な。お前まだ生きてやがったのか。ここに来る途中、あなたたちも見たでしょう、壁画の数々を。元は一つだった二つの世界を表す図。古の時代に分かたれた二つの世界。そしてこちらの世界は、いわば人間が捨てた本能の世界。本能の世界？どういうことだ？捨てられた世界、滅びゆく世界、片側だけ人知れず死んでいく世界。そんなものは許さない。扉は開いた。 It's more raving than response, and both Boltmans looks vacant. Can he still hear us? Is he too far gone? 復讐は、怒りは、私だけの感情ではない。多くの同胞が世界を壊す。せいぜい絶望にあがきなさい。ボルト・バウタモン。ボルト・バウタモン、今の話本当だったらどうしよう。ボルト・バウタモンの同胞が来るってさ。きっと恨みを持った獣神が僕たちの世界にやってくるって話だ。そんなのやばいじゃん。ねえ、どうにかならないの？くそ、結局ボルト・バウタモンのやり逃げかよ。私たち一体どうすれば？なあ、どうなるんだよ、俺たちの世界は、この世界は。なあダークマ。僕だってわからないよ。でも普通に考えれば、これからきっと両方の世界が大混乱になるんじゃないかな。私たちだってラブラモンたちと出会った時驚いたもの。敵対してくる獣であふれたら世界はパニックに。パニックなんてものじゃ済まないわ。下手をしたら世界は全然別の姿に変わってしまうかも。でもそんなのどうしたらいいの？みんながみんな獣神たちとすぐに打ち解けられるわけじゃ。待って、葵さん。何？僕たちはもうアグモンたちを怖がったりしないよね。それは一緒に過ごしているうちにアグモンたちがどんな存在か知ることができたからで。怖がるべき相手とそうじゃない相手を
理解することができるようになったからだ。And maybe there'll be other people that find their destined Digimon. みんな、帰ろう。僕たちの世界に。はあ？どういうことだよ。何かいい方法思いついたな。うん。だって僕たちはよく知っているじゃないか。こっちの世界のこと、アグモンたちのこと。これから混乱する世界を救えるのはアグモンたちを知ってる僕たちしかいない。僕たちがアグモンたちについて元の世界の人たちに教えていくんだ。そんなことが私たちにできるのかしら。もちろん僕たちだけじゃ難しい。でも仲間がいるんだ。アグモン、みんな力を貸してくれる？え、僕たち？うん、一緒に来て手伝ってほしい。僕たちのパートナーとしてさ。それって僕たちも一緒にタクマたちの世界へ行くってこと？ Yes。 そうだよ。 How many times are you gonna ask that question? みんなの存在がきっと鍵になる。こっちの世界から来る生き物は怖い敵ばかりじゃないってことを教えてほしい。これは責任重大だな。 Nope。 でもこんな状況じゃ他の選択肢なんてないんじゃない？葵のみんなのために私たちが力になれるのなら。そっか、 Thumbs up for me。 一緒にいられるんだ。これからもタクマの力になれるんだ。僕、タクマと一緒に行くよ。タクマ、どこまでだってずっと一緒だ。ありがとう、アグモン。みんなも僕たちの絆で解決しよう。世界に起きる混乱を。 From the chaos。 こうなりゃ最後までとことん付き合うぜ。俺たちなら何だってできる。うまくいくかはわからないけど、やってみる価値はあるってわけね。ええ、やりましょう。私たちみんなの力で。はい、 Sounds good to me。Then we walked through the door back to our world. Maybe it wasn't a doorway back to the world we knew, but I wasn't afraid. Together, my friends and I were going to save this new world, to fight against chaos, even if that meant a different kind of fight than what we'd been through so far. It's been a year since then.僕たちが元の世界に帰った後、世界は大きく変化した。予想通り、僕たちの世界へアグモンたちのような獣神が現れたんだ。人類が彼らについて学ぶ時間もないまま、世界はたくさんの獣神であふれ、多くの国々で大混乱が巻き起こり、世界は彼らによって大きく様変わりしてしまった。 Well, they seem to be doing fine in a year.そんな中、僕とアグモンのような魂を共有した運命のパートナーとなる獣神と出会う子供が現れ始めた。ただ、全ての人がパートナーに出会えるわけではない。パートナーを持たない人の方がずっと多くて、結果としてパートナーを持った人とそうでない人、両者の間には大きな心の隔たりが生まれてしまった。 That seems bad。 獣神の強い力は人々に恐れられた。その恐怖はパートナーを持つ人にも向けられたんだ。やがてパートナーを持つ人は多くの偏見やデマ、誤解や差別にさらされることになって、Lovely。 世界の混乱と断絶は広がっていく一方だった。きっとこの世界はこれからもっと混迷を深めていくだろう。その中で
僕たちは。What do you mean by that?Kept doing all we can to show that humans and Kinogami can get along. Part of that effort is the lab known as the Japanese Institute of Electronic Symbiotes. It provides daily support so people who find partners can live in this world in peace. Honto? This seems fucked up. Honto ni kono ko abunaku nai no? Eh, mochiron yo. Kemonogami wa sono ko wa.あなたのパートナーなの。あなたが優しい心で接すれば、あなたや周囲の人に危害を加えるようなことはしないわ。でも、みんながモンスターは危険だって。そんなモンスターに好かれる私は悪い子だってみんな言うんだもん。大丈夫、悪い子なんてことないわ。パートナーはあなたの心を映す鏡なの。あなたがきちんと自分と向き合えば、この子も正しく力を使えるわ。自分と向き合う？え、自分の本当にやりたいこととちゃんと向き合うの。一人じゃできないかもしれないけど、あなたにはパートナーがいるでしょ。だから大丈夫。自分とパートナーを信じて、心を一つにするのよ。心を一つにするのよ。ね。うん。やってみる。I don't know。お疲れ様、葵さん。相変わらずだね。Feels。たくまくん。それ褒めてる？ Weird。And fucked up。This is the harmony ending, which is.Although I still think she can sometimes be a little overbearing. This is supposed to be the harmony ending, which is the quote-unquote lawful ending, if we're going by Shin Megami Tensei terms. I don't really, well, then again, usually the lawful ending is usually being ruled by God and all that shit, so that gives me the vibes for this. Here's about the wrathful slash chaos ending. Brian's support for people with partners comes down to a lot of what Aoi just did.Take care of the kids who've gained this new power and teach them how to use it. But we also put on legitimate information on the Kinogami to combat all the hate. Ah. Takuma! Aoi-chan! ちょうどよかった。パートナーと出会った子、新しく見つけたよ。I don't know, this still feels fucked. 今から連れてくるから、念のためにミノルとファルコモン借りていい？ This still feels fucked. またかよ。最近多くないか？こう連発されると体が持たないっていうか。ミノルくん、そういうこと言わないの。その子は今までずっと不安だったはずよ。助けられるのは私たちしかいないんだから。葵さん、ミノルもわかってるから、お説教はその辺で。ね、そうそう、冗談だって。休日返上で俺はバリバリ働きます。うわあ、嘘っぽい。もうミノルくんったら。まあいいけど、じゃあお迎えよろしくね。偏見を持つ人たちから危害を加えられる前に。ああ、あ、お前も一緒に行こうぜ、タクマ。そうだね、僕も少し外の空気を吸いたいし。もう夕飯までには帰ってきてよね。 Are we like in our own little miniature city or some shit? There are still lots of problems between humans and Kinogami. There's the discrimination to deal with, not to mention issues caused by the Kinogami. These things will take time to resolve, and people's hearts will need to growBut even so, I believe if humans and Kinogami stick together, one day we'll make it this work.
信じてね。あなたは選ばれた子供なんだから。選ばれた子供か。Oof. Yes, I'm also a little worried. Our hope is to build a world in which kids with partners can live freely. But if we're not careful, those of us who've gained power through our partners could cause great suffering, like Kaido did when he wanted to destroy the world. In the new world, we can't let that happen. People need to live better lives. We've all kept working so no one else will ever know that kind of pain Kaido did.By treating those with power as special, as we make the discrimination worse, are we making discrimination work? While it concerns those who lack partners, aren't we disregarding them? Yep! Takuma! 早く迎えに行こうぜ! That is the issue. ごめん。It's basically the whole high society. It's like, oh, we have partners, you don't. Ha 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 ha. What kind of future is this world headed towards? I'm scared. I'm worried about how things will turn out.Despite that, I'm going to keep chasing my dream, fighting the only way I know how. I'm actually curious. Can I, like, pause? I cannot. I can. I hope Kanagami and humans continue to work together, and we can keep living in this chaotic world. Yes, I'll fight as long and as hard as it takes. New World Order.Yeah, I'm going to skip the credits. Okay then. I'm just going to save right here. Kaido's Drakmon has unlocked evolution to Bolt Batamon. Ah, okay. Rio's affinity was higher. Maybe everyone could have survived. Yes. Thank you, game. Thank you for telling me the shit I already know.Okay, so. Yeah, just look. Damn, this is a shitty one. And then the other one's probably going. Those two will be gone. Damn, okay. Language. Alright, guys. That's gonna do it for these parts of Let's Play Digimon Survive.I don't know if I will, again, it's going to be very situational. Depends on how close I am to Plague Tale Requiem when this video comes out. I may just do Smash Brothers videos, because it does take a while to get up to, I mean, you have to do chapters 1 through 8, you know? So that's a lot of content. Granted, you can go through it like that, because everything carries over, which is great.But yeah, I don't know when I will do the wrathful ending or the, true ending. And I don't know how I'm going to cover the true ending. If I'll just basically do it the same way that I've been doing all these other ones. Because again, everything's going to change because, Rio and Shuji will be alive from chapters 3...onward, right? Because I think he died in either chapter 3 or chapter 4. I can't remember which one it was. But either way, in terms of endings, I didn't really like this one compared to the first one that we got. I mean, mostly because more people in this one died, but again, I'm not a big fan of how the world is right now. It's exactly like Takuma says, like,Are we building a society and help? Are we like really not helping the discrimination by treating the kids with partners better and different than the ones that don't? I don't know. It's not a good ending, and I'm so curious as to how the wrathful ending goes. Like I said, it kind of lines up with all the one. It kind of lines up with how the the lawful endings are in all Shin Megami Tensei games, or majority of them anyway, where it's like lawful ending is being ruled by God, you know, like we are held under the fist of God, of a one true God, you know, so it's fucky, and I don't know, it depends on how the chaos slash wrathful ending is that
it might even be more. With that one, it's like you're more free. It's somewhat like this one in a way, except we have the society of them. Maybe that's kind of, I don't know. We'll see. I have to judge it. But yeah, with wrathful or chaos endings, it's usually like the strong dictates the world and tells the weak and all that stuff and protects and blah, 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 and all that stuff. So we'll see. But anyway, guys, thank you all so much for watching this video. Guys, if you like the videos, please give a like button a click and comment down below what you like about the video, didn't like about the video. And let me know, guys, what do you think of this ending? Did you like it better than the first ending that we had, which I don't think any of them are going to be better than that one besides the truthful ending, considering you actually have to go down that route in order to get the truthful ending? Yeah, it's definitely going to be a little bit of a hard sell to be like, oh yeah, all not counting the true ending, this ending was so much better than the morality ending, or the morale ending, whatever that one was, the red one. It's like, oh yeah, like, it's gonna be a very hard sell for that, but I digress. So yeah, and as always, guys, hit the subscribe button so you don't miss a beat, and subscribe to my main channel too, that's in the description below, as well as follow me on Twitter. Both my main Twitter, the RPG King Twitter, are in there too. Thank you all so much for watching once again, and I'll see you all next time.